こんばんは。シーズンを増やしています。今日よろしくお願いします。時間がないので1分ぐらい喋ってくださいということなので準備時間に自民党の先生方にあえて先生という名前をつけて、言いたいことがあります。谷垣先生、以前から尊敬しておりました。 8% から 10% 上がらなかった場合、アベノミクスが失敗になると、成功しなかったと言われるのではないかと先生は心配しておりました。その心配がすぐに当たったんじゃないでしょうか。それから安倍先生、自民党は経済で結果を出すとポスターで貼られておりました。2015年の11月から自民党は経済で結果を出すと言っておられました。もう結果が出たんじゃないでしょうか。それから麻生先生、麻生先生はいろいろ顔が怖いとか、ファッションセンスが怖いとかいろいろ言われておりますけど、あなたは唯一、安倍首相が消費税を延期すると言ったときに、これはこんな決断しかならないと、なぜなら2014年のときに、もう二度と延期することはないと言って解散したのに、またこんなことをしてしまったら、もう一回やっぱ解散しないといけないんじゃないかと言っておりましたね。あなたの気持ちはよくわかります。なぜなら、安倍首相の今回の決断というのは2年半以上の延期だからですよ。どういうことか分かりますか。安倍首相の任期が2年しかないのに2年半の延長したわけですよ。それは次総裁になりたいあなたにとっては絶対嫌なことですよね。いないよ。でも安倍首相が総理をもう一回するぐらいなら、まあいっかっていう気持ちもどっかであるんですけれど、でも僕が言いたいことはこれは争点にならないということです。消費税を延期するかどうかっていうのは争点になりません。なぜなら安倍首相が言うより経済で結果が出たからです。もうすでに 70% 以上の国民はアベノミクスは失敗したという世論調査が出ています。ではもう消費増税に関してはもうやらない。でするなら何があなたたちと私たちが一番違うんですか。経済に対する対応はいろいろあると思います。でも一番譲れないことは昨年の安保法制を私たち許してないということです。最低限憲法ぐらい守ってほしいとまだ思ってるわけです。でそのような人たちに会見は任せることができないと思ってるわけです。あなたたちがどんなに口大丈夫なんですけど高校生たちがですねやっぱ時間があるんで、まあ、言いたいことはうんざりすることがたくさんあって、もう安倍首相信じられないぐらい争点を出してくるわけです。今ここで出た話も教育の話も出たし、消費増税の話もあるし、経済の話もあるし、生活の話もあるし、原発もある、安保法制もある。これまで安倍総理でいられたのは経済で結果を出すって言ってみんながそれ期待したからですよね。だったらもう何もいいとこないじゃん。そんなというわけで変えていきましょう。そんな簡単に変わらないです。でも締め時いきましょう。政治家が変わらないって言って野党が出せないって気持ちすげえわかります。統一で32の議席が決まったのすごく嬉しいけど、そんなことはねスタートラインなんですよ。集団でしかないんですよ。なので僕が言いたいのは、政治家に期待するのも大事だけど、安倍首相だってね、僕も期待したいところありますけれど、あんま期待できないので、僕たちが唯一信じられるのは国民に主権があるということです。私たちは、私たちの権利を行使して政治を変えることができるってことを信じていきましょう。去年の6月の1週目に僕は初めてここに立ちました。雨の中、クソ寒くて、全然人もいなくて、辛かったんですけど、まあ、でも少しずつ光景が変わってきたわけです。何が変わって、この社会で何が変わって、何が変わらなかったのか注意深く見ましょう。自信を失う必要は全くない。あゆさん、これが俺たちの普段の努力なんで、俺たちはしぶといんで、あなたたちは仕事でやってるかもしれないですけど、俺は仕事でも何でもなくてプライドってやってるんで勝負しましょうよ。まだ球は残っとるがよって菅原文太言ってたけど、俺はまだ球は残っとるがよって言いながらやります。戦争反対、戦争反対、戦争反対、戦争反対。
世論調査でぶっちゃけ野党の状況は全然良くないっす。びっくりしたんですけど、今回の世論調査見てみたら、選挙結果見たら社民党っていう項目がなくなってました。これ結構怖くないですか？社民党なくなっちゃうかもしれない。生活のともあるかもどうか分かんない。1年区決まっても勝てるかどうか分かんないけど、去年の夏みたいに本当に止めるって思ってできることやっていきましょう。俺は頑張ります。よろしくお願いします。